入って入って。久しぶりだな、フィリア。あとごめん、つい SAO の時の癖で。琴音さんだよね。琴音でいいよ、カズト君。じゃあ俺の方も呼び捨てでいいわ。くん付けだと何度かムズムズするから。うん、わかった、カズト。元気そうだな、安心したよ。なかなか話が弾まないな。久しぶりだからかな。お待たせ。紅茶でよかった？ああ、ありがとう。連絡取ってるの？元気？ああ、ぼちぼち連絡取り合ってるよ。シノンやリーファは俺たちより随分回復が早かったな。あの二人は最初からいたわけじゃないんだっけ？そうそう、だから体の衰えも少なくて。リハビリ、琴音も大変だっただろ？まあね。でも息が苦しいとか筋肉痛とか、現実世界に戻ってきたんだっていう実感があったから。なんとか頑張れた感じかな。それは俺も思った。 SAO だと痛みがないからな。そうだよね。ねえカズト、あの一緒に木を育てたこと覚えてる？もちろん覚えてるよ。
あの時、私は、キリトに許してもらったって感じたんだけど。ということは、私の気持ちも、キリトに伝わってるってことだよね。まあ、そうなるかな。だったら、分かってくれてるんだよね。私の気持ち。おい、フィリア、くっつきすぎだろ。だって、伝わってるんだよね。私の気持ち。あれは、そう！友情とか親愛とか。そういう感じだったぞ。決してそういうんじゃ。そういうってどういう？だから。冗談。でも、本当にそうだったかな。ようやく離れてくれたか。でも、こっちにはあんな便利なアイテムないんだよね。そうだな。もしあったら、すごく怖いことになる。ステータスも見えないし、やっぱり地道に頑張るしかないね。カズト君。どうしたんだ？改まって。本当にありがとう。私がこうして今ここにいられるのは、カズトが助けてくれたからだよ。そして、こんな温かい気持ちを持っていられるのも、そんな大げさだよ。他人じゃないんだし、俺たちは仲間だろ。SAO が終わったからって、それで終わる関係じゃない。俺たちはずっと仲間だよ。カズト、本当に、私たちは近くにいるって、思っていいの？当たり前だよ。じゃあ、いきなり何を。
のはお礼と私の気持ち。びっくりしたよ、琴音。こういうことは。今回はここまでかな。今回って次回があるのかよ。だって近くにいていいんでしょ。それはそうだけど、まあお手柔らかに頼むよ、琴音。この方法にはホローエリアが大きな鍵を握っています。パパはホローエリアへ強制転移させられたことがありますよね。再現し、ボスに囚われたストレアさんをホローエリアへ転移させるんです。パパは行為のテストプレイヤーとしてホローエリアに登録されています。おそらくですが、パパが転移させられたのはホローの AI ではクリアできない高難度テストを受けさせるためだと思われます。ホローの AI だけでは行えないような高難度テストを作成すれば、非常に能力の高いストレアさんが高位プレイヤーとしてホローエリアに転移してくる可能性は十分にあると思います。
管理区のコンソールを調べたとき、テストの作成に関する項目があったことを確認しています。パパの準備ができたら、私をホローエリアの管理区まで連れて行ってください。わかりました。それじゃ、またね。